銀と今回の聞きどころは、ゆかちゃんはやっぱりチョコレートが好き。しほりんテンション上がる。そんなこんなで始まります。ということで始まりました。はい、テンション上がるって言ってたけど最初の話題はちょっと違うかな。では行きたいと思います。ゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと。夏バテ解消法あったら教えて。私もう夏バテしてます。断言した。明るく言うことじゃないけど、なんかだるい、解消法、寝る。でも睡眠大事ですね。寝る寝る、さとみんは。私冷や汁を結構食べるようにしてて夏バテ、それ食べるとそんなに私は夏バテしないかなって感じです。冷や汁ね、いろいろ効果があって夏バテにいいらしいんですよ、冷や汁って。物産展、で見つけて冷や汁の元みたいなの買ったんだけど、あれどこ行ったんだろう。あれ、物産展でか新宿のアンテナショップで見つけたんで、また買いに行って。あ、引っ越しもしたし。あ、そっか、どこかに紛れてるかもしれない、でももう1年ぐらい前だし、じゃあもうゴミ箱かな。食べ物の神様ごめんなさい。まさか冷や汁ね、って今思い出した。私は体が冷えてるからかなと思って、もうすんごいもう今日ダメっていう時にオニオンスープ飲んだりとか、コーヒー飲んだりとか、あとそれでもダメで、あの栄養ドリンク飲んだけどなんかダメで、でも最後に白湯、飲んだら元気になって、やっぱ白湯っていいんだね。白湯って温かい状態ですか？温めて冷たく冷やしても白湯？一回温めて冷めたものが白湯なんですか？それともちょっとぬるい状態を白湯っていう？ぬるいぐらい、一回沸騰させてしまえば冷たかろうがなんだろうが白湯っていうのかなって思ってたんですけど、多分飲んで、冷たって思わない、ちょっと程よく温かいぐらいの、が白湯。そう、白湯の定義がずっと思ってた。わからないんです。でもなんか説明を見ると一度沸騰させたお湯を冷ましたのが白湯ってなると、冷めてればなんだって白湯ってことは、冷蔵庫に入ってても白湯、冷やしちゃっても白湯って湯ついてるけどね、煮沸した水みたいな。この後調べてみます。答えはテロップで。はい、では今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プラメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀銅。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。はい、このコーナーは私が大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい、はい、もうテンション上がってる、はい、では今日のトピックス3つ紹介したいと思います。1、ワオ、2、キャ、3、ムフフ。この3本立てです。何その3本立て。ごめんなさい、耐えきれずに笑っちゃったよ。今回はこの人が出てるとテンション上がるという俳優さんが出ているドラマ3本紹介したいと思います。なのでテンションの私の上がり方具合、つまりはテンション上がるってのはシホリンがテンション上がるっていうことですよね、私が見て、ワオ、キャッ、ムフフっていう3番気になる、そういうテンションの上がり方しますよ。はい、では1、ワオ、こちらは金曜日の夜10時 TBS ハッシュタグ家族募集します。見て
る松を見てます。撮ってるけど見てないです。こちらあらすじは SNS で家族を募集、性格も価値観も違う男女4人と子供3人が一つ屋根の下で子育てし共に暮らしていく新時代のホームドラマ、ただいまとお帰りの数だけ僕たちは家族になっていくというお話です。主演がジャニーズ WEST の重岡大毅くん、ヒロインが木村文乃さん。重岡大毅くん、これは経費で落ちません？はい、太陽くん、いい笑顔だよね。今回も子供の前では絶対笑顔でいようって決めているシングルファーザーの役なんだけど、うん、3ヶ月前に奥さん亡くなっちゃってシングルファーザーになっちゃって、その頃に偶然再会した幼馴染がおせっかいな思いつきで SNS にハッシュタグ家族募集しますと載せて突飛な募集に巻き込まれていく。でここで私のテンション上がる俳優さん、わお、中野太賀さん、この幼馴染の役、うん、ゆとりですが何か、はい、あの嫌な新入社員やってた頃、うん、なんだこいつって、うん、本当に嫌な役だったよね、うん、山岸で最近だとこの恋温めますか、はい、ヒロインを支えるパティシエ、あれからなんかガラッと変わったよねイメージ、うん、すごかったですよね、好感度が半端ない、うん、でそのあたりであの子の夢を見たんですね、山ちゃん、うん、南海キャンディーズの山ちゃんの役をやってたりとかして、うん、この俳優さん面白いっていう、あの山岸からの新谷への変化ね、テンション上がりますし、この子供たちも可愛いし、うん、自分と同じ悩みを持ってる人たちが愚痴を言い合える環境っていいよなって思って見てます、うん、はい、では次にキャハ、こちらは日曜日の夜9時 TBS 東京 MER 走る緊急救命室、見てな ないですパラッと見ました、がっつりではなく、うん、力入れてるんだなって感じだよね、うんうん、はい、映画並みの規模で毎回撮ってるなという、はい、うん、内容が待ってるだけじゃ助けられない命がある、最新の医療機器とオペ室を搭載した ER カーに乗り危険な事故災害現場に駆けつける救命救急のプロフェッショナルチームの活躍と葛藤を描く本格医療ドラマ、これ主演の鈴木亮平さんがすごい、もう冷静沈着だけど優しくて穏やかで、でもテキパキと難しい医療用語を言いながらみんなに指示を出していく、うん、あれ大変だよね、うん、かっこいいですけどね、うん、そこはまた言い方は冷たくないんだよね、うんうん、でも、はい、あの医療用語あんな早口で、うんうん、ペラ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 、それも一人の人に向かって言うわけじゃないから、うん、メンバーに右左後ろとかも全部もう位置も決めて喋るって本当大変だなと思いながら見てます、うん、この医療チームを作ったのが東京都知事で、ここで私のテンションの上がる俳優さん、都知事役石田ゆり子さん。普段はちょっと毅然として圧力とかも跳ねのけピシッとしてるんだけど、その医療現場に行って無事仕事が終わって死者ゼロ人ってなったのを確認した後、部屋を出て行った後に一人で廊下を歩くんだけど、その時の小躍りしながらするガッツポーズが超かわいい。シホリンが好きそうだなってそれは思いました。まだ2話目しか私見てないんだけど、うん、これでも毎回のお決まりになるのかなと思って、うん、1回目と2回目ちょこっと違う、うんうんうん、もう今そのシーンだけカットして撮って10話やるのかな、10話だったら10話も全部並べてみようかなと、うん、かわいい、うん、キャハです。まさかのキャハだ。女子に来るとは、はい、なんであんなに可愛いんだろうね、可愛いですよね、それは思います。ああなりたい、うん、なれます、なれるかな、なれます、頑張ろう、可愛らしいですけどねしおりも。何気にちょろんとやった行動がその行動と思いながら何やってる、うん、何でしょう、だから些細なものを取ろうとしている時とかの、うん、っていう行動とか、だからそのキャハと一緒ですよ、ちょみっとちょみっとちょみっと小出しに可愛さを出してくるんですよね、そういう人たちって。めっちゃ悩んだしほりん、そう、自分ではわからないんですよ、周りが見てこそっとあって楽しむ、はい、そのキャハですよね、狙ってるとあざといってなんですね、うん、そうなんですよね、そうなんです、はい、だから気づかない方がいいんですよ、うん、一生気づかないでいただいて。褒められたのかけなされたのかよくわかんない。じゃあ最後、はい、いきます、3、ムフフ、こちらは
金曜日の深夜1時テレ東ひねくれ女とぼっち飯見てないないです。そっか、これね、この回アップされた次の週が実は最終回、でもパラビで配信中なのでご安心を、はい、こちら内容は誰ともつながらない孤独の食事ぼっち飯、一人だからこそ美味しい飯に集中し日常を忘れ英気を養うというグルメドラマ。主人公は人付き合いが下手で友達もいないひねくれ女つぐみっていう役なんだけど、会社を辞めてバイト生活をしている。彼氏にも振られ、バイト先のコンビニではクレーマー客にうんざりし、昔の同僚にばったりバイト先で会ってバイトしてるのがバレてしまう。そんな最悪な時に出会ったのがホワイトホースというアカウント名で食事の写真を投稿するインスタ。つぐみはその投稿をホワイトホースっていう名前から白馬の王子、王子って読みながら彼の投稿をしたお店に赴き食事を楽しみ癒されていく、でね、この投稿がインスタ、まあ、写真がメインじゃない、写真がメインなんだけど長いね文章ってうざって最初思いながら読んでいくと、書かれている関係がまあちょっと自分と似てたりとか、ポエムのような文章になっていてどんどん惹かれていく、なんて王子は素敵なんだろうって思いつつ行くんだけど、番組の最後の方でそれを投稿してるのは実はダメな社員で、自分が失敗したことをすごい美化してポエムっぽくして載せているという、そのギャップが面白い。でこのポエム声優さんが声を当ててるんだけど、下野紘さん今大人気の、だからその声と実際のギャップ、はい、私がテンション上がる俳優さん発表したいと思います。はい、柄本時生くん、いい感じだよね。はい、なんでしょうね、あの醸し出す雰囲気、味、すごいですよね。本当は自分が悪いの、そうでもない体で文章を載せるで、まあ常連だからお店のね、いつかニアミスで遭遇したりしちゃうのかなっていう、はい、そこも楽しみに見てます。はい、あ、夏バテ解消法分かった。何？ドラマ大好きやるといいんだな元気になる、はい、元気になりましたいやもう常に頭の中にドラマを置いて、いやでもね、やっぱりね、2人にこうやって話すと、さっきのハッシュタグ家族募集しますじゃないけど、聞いてもらえると、あ、よりテンションが上がるってことが分かりました。はい、ありがとうございます。よかった。以上ドラマ大好きのコーナーでした。銀くんです。しほりん出遅れる、まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。はい、出遅れたしほりん、どうしました？あの、コロナのワクチンの接種券届いたの、でもね、ちょっと2週間ぐらい迷っちゃったの、だって一人知り合いで受けた人がそばにいたんだけど、もうとにかく痛い、で受けてからどんどん痛くなって、もう手がもげそうなぐらい痛いって言ってて、まあ副作用は多少はしょうがないよって言ってるけど、そんなに痛いの、どうしよう、だるくなったりとかもするっていうから、仕事に関わらない日を見つけて予約しようかななんて、どうしようかなって思って、2週間ぐらい経ってみたら、もう8月の末まで予約できる枠がなくなって、はい、出遅れましたか。間際でキャンセル出た時とかってそういうのはまだやってない？あ、随時ネットで自分で予約とかキャンセルとかできるから見てけば、あとワクチンが今供給がちょっと、ね、少なくなってるから、それが落ち着けばまた8月の後半あたりから上がるのかな。そうですか。で遅れました。はい、ね、打っちゃえば旅行とかも行きやすいしなと、悩んでる場合ではなかった、とりあえず予約しとけばよかった、そうですよね、で遅れましたか、でもまあいつかはちゃんと巡ってくるので、じゃあちょいちょいチェックをして、人って不思議だよね、いつでも行けると思うと、
あれなのに行けないって思うとすごい行きたくなるっていう、うんね、不思議ですよね。ないものに手を伸ばしたくなる、うん、そっか出遅れ、まあ、という私もまだ予約とかできてないんですけど、はい、まあ、ちょっと悩み中ではあります。うん、あまりそういうインフルエンザにしろ何にしろ接種してこなかったので、そうなんです。アレルギー的な感じで弾かれてきてたので、うん、どうしようかなって思いながら悩み中です。はい、ということで松尾の何でもコーナーはガラッと変わりまして、今日はベルプラージュというところの2015年に生まれた横浜発のチョコショップのチョコレートを持ってきました。だいぶ前に紹介した葉っぱのチョコレート、うん、モンロワールの姉妹店みたいな形になるんですけれど、コンセプトがすごく可愛くって、カモメ、横浜港とかにいるカモメが店主、このお店の主ですよというコンセプトのもと、うん、いろいろチョコレートのお菓子を出しているんですけれど、海と山が見える美しい町、元町に横浜港のシンボルのカモメが引っ越してきました。世界中をカモメさんは旅していて、まあ、実は優秀なショコラティエであってチョコレートマニアっていうカモメさんなんですけれど、いろんなところを巡ってカカオやナッツ、フルーツとか牛乳とか生クリームとかそういうのを集め、それを伝統的かつユニークなアイデアレシピでアレンジをしたものを出してますということで、カモメさんたちのこだわりが詰まったチョコレートなんですね。まあ私の一押しが、うん、今日この持ってきたトーチチョコというものなんですけれど、世界中を旅しているカモメさんが、うん、旅していた時一番心に残ったのがキラキラと輝くニューヨークの街並みということで、うん、ニューヨークの自由の女神の持っているトーチあるじゃないですか、 あれをモチーフとして作ったチョコレート、自由を愛するカモメさん、自由の女神のトーチチョコということで、うん、トーチの持ち手がチョコレートになっていて、うん、中にチョコレートクリームが入って、で上がバニラクリームとピスタチオのクリームとストロベリーのクリームで、見た感じがミニのアイスクリームみたいな模様のチョコレートですね。すごく甘みもあるんだけれど、ちゃんとストロベリーだったらストロベリーの酸味もあるし、ピスタチオの風味もあるし、味がしっかりしてるんですよね。なのでプレゼントされると嬉しい見た目もいいんですが、うん、ぜひよかったら好きなお味食べてみてください。はい、今もう食べてって言われる前にそうそうウェットティッシュを出して手を拭いてしほりんが目の前からこう姿を消してあれ収録中だけど私何かやらかしたっていう不安のもんと、今めちゃくちゃ喋ってます、すごいどうしよう、だから声にすごい不安が残ってるかな大丈夫かな全然食べる気満々で、ね、でも手は拭いた方がこのご時世いいかなって、そうですよね、遠くで見える姿にこの除菌シートを持ってるのを見てああそういうことかと安心した松尾でした。食べてみてください。はい、白いのがなんだっけ、バニラ、ホワイトチョコをベースにしたバニラクリームですね。でストロベリーはまあまあストロベリークリーム、チョコっていうよりは上はクリームって感じかな、うんうんうん、シホリンが選んだのがバニラ、そう持ち手もチョコなんでちょっと溶けやすいのでお気をつけください、うん、いただきます、召し上がれ、いただきます。トーチの部分がミルクチョコのシェルにジャンドゥーヤっていうのを詰め込みましたとなってます。ちょっとねサクッとした感じもするかな。さあ上だけを食べて、私はこれを一口で食べました。やっぱその方がいいのかな、どうなんでしょう、好みなんでしょうか、うん、上は上で美味しいと思う、うん、上だけ食べちゃった、うん、で上クリーム上は上だけで、でその残ってる感じのやつでそのまま下食べても美味しいと思うし、もうこのね可愛いものを一つまとめて口にポイッと放り込んで口の中にいっぱいになってることを思うと、なんて贅沢、なんて楽しいという思いから私は一口で食べるのが好きです。お口の中で下のチョコレートとクリームとサクサクした部分が混ざると美味しいと思うから、これは一口でいた方が、やったね、そうなんです、ごめんさとみすいません私は別々で食べてしまいましたが、はい、でも本当に美味しかったです、ね、すごい疲れてる時にめちゃくちゃいい甘さというか、うんうん、癒されるそうで見た目も癒されるので、これ本当プレゼントされるとすごくテンションが上がるものだなって思います。でこれ今日持ってきたのが6個入り、うん、756円とかなので
そんなにお高いものでもないから、うん、ちょっと軽いプレゼントとかに持っていくにはちょうどいいかなっていうお品ですね。で、うん、まあまあみんなでね分け合って食べることもできるし、すごく可愛い。モンロワールに行った時に、葉っぱチョコを買いに行った時に、姉妹店がすぐ近くにできましたって言って、同じその百貨店のお菓子のコーナーだったので、ちょっとフラッと寄ってみたら、この姿を見た瞬間によし買おうと思って買ったのがスタートでした。とこれの他にもカモメさんが旅をしていろんなところに行ったところをモチーフにした、まあ、チョコレートというかココサブレというのを今日は持ってきました。これはカモメさんがインドネシアで食べたココナッツに魅了されてしまって、いろんなココナッツ風味のサブレクッキーが作りたいみたいな形で試作して生まれたサクサク食感のクッキー、プレーン味とキャラメルとココアと期間限定のパイナップル味。パイナップルは本当期間限定なので今の時期しかない、多分まだパイナップルやってるとは思うんですけれど、黄色っぽいのがパイナップルですね、茶色が濃いやつがココアで、ココアがココナッツ生地のところにあのココアを混ぜ込んだクッキーに中がホワイトチョコになってます。キャラメル味は中のチョコレートがミルクチョコ、キャラメル風味で、プレーンは中にダークチョコが入っています。プレーンが一番ココナッツサブレというかに近い感じですかね。あとパイナップル、中はミルクチョコレートです。好きなものを食べてみてください。さあ悩む悩むどれ食べようどれ食べよう。そうですね、まあ、実は私も期間限定は今日見た時にあったので、まだ私はパイナップル食べてないのでパイナップル味はちょっとわからないんですけれど、でもココナッツとパイナップルって絶対相性はいいはずなので、絶対美味しいだろうなと。で私が好きなのはキャラメル味。さあさあ悩んで私ダークチョコが好きだからプレーンにしよう。はい、じゃあおすすめのキャラメル、はい、これかな。どうぞ召し上がれゆこちゃん、はい、ん？でもまだあるから今食べてあげよう。今食べるの味を聞きたい。わかった、はい、じゃあ食べる。3人食べるって暴挙に出る誰か喋る、うん、でもパインも聞きたいよね、うん、はい、うん、サクサク、うん、このザクザクがすごく歯ごたえよくって美味しくないですか。クッキーと全然違うね、うん、はい、だからサブレって書いてあったから、うん、もうちょっとザクザクでもなんかもうちょっと軽い感じなのかなと思ったら歯ごたえがしっかりしてて、サブレだ、うん、噛んでびっくりした。ああ本当ですか、うんうん、やった。この驚きって嬉しいですよね、うんうんうん、思ってたのとあ、うん、違うっていう、しっかりココナッツの風味も出てるし、うんうん、パイナップル、うん、食べてちょっとした時にああ少しパイナップル風味だなっていう感じなので、もうゴリゴリのパイナップルっていうところまでではないですけれど、ふわんとパイナップルでした。夏な感じはでもしますね。美味しい美味しい、はい、ザク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 美味しいです。いろんなお味食べてみてください。他にもいろいろあるんですけど、あの買いに行ったところにはなかったんですけど、ロンドンのレコードショップをイメージしたレコードチョコっていうのもあって、 CD ケースの中にレコードの形をした1枚チョコがあったりとか、あとはこの前のリーフチョコの同じような感じなんですけれど、あれにアーモンドの形を模したチョコレートとかもあったりしますので、まあまあ今日持ってきたのは2種類ですけれど、あと他にも季節限定の商品とかも出たりするので、興味ある方は検索していただいてベルプラージュで調べていただくとポンと出てくるので、ぜひ見てもらいたいなって思います。いやまあまあ本当に見た目がやっぱり一番最初にいいなって、ただここの同じような姉妹店のやつも見た時にうわ可愛いって思ったので、本当に多分ここのお店の感覚がすごい好みな感じなんだろうなって思いながら、いくつかまだ姉妹店があるようなので他の姉妹店などにも遊びに行ってみたいなと思ってます。以上松尾ゆかの何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。つけてきてすごいなと思うんだけど、うんうん、その紹介したものがすぐ
テレビ CM になったりとか、うん、テレビで取り上げられてたりとかして、うんうんうん、ゆかちゃんすごいいつも思う、うん、なんかそうですね、私も時々、うん、あ、これこの前喋ったやつだとか、あ、でも喋った時期からすれば、あ、この前喋ったところだから紹介されちゃった後に私は紹介してることになるのかとか時期によってね、あ、そうああって、まあまあでも流行ってるものを言ってるからいいかと思ったり、うんううん、実は、うん、ゆかちゃんの方が先だった、うん、そうで、あ、これいいなって思ってるものが紹介されてたりとかすると、ああ先越されたかみたいなね、うん、思ったりとかもするね。やったね。では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント、もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。はい、ありがとうございます。暑い時期に冷房ガンガンかけてホットコーヒー飲みながら食べたいなと思いました。あ、いいですね、うん、冷たい空気の中で熱いものっていうね、矛盾、うん、熱い空気の中で冷たいものっていう矛盾、うん、贅沢してる気分になる、うん、なりますね、うんうん、自然に逆らってる感わ、うんうん、かる私だけじゃなかった、はい、ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅、この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。